えー、こんにちは。そかち塾のほうです。えー、体の枝のエポックが切り替わり、またステーキング報酬が入りました。あー、そしてですね、今あ、ランキングを見ますと、体の枝がトップ3に入ってきたんですかね。で、価格が241円ということで、前回の高値をつけたのが大体250円前後だったと思いますけども、まあ同じ水準に来たかなというってこところですよね、えー。本当にね、体の枝、あ強いですね。えー、そして、やっぱり暗号通貨ってのは、 上下のね、振れ幅が大きいというか、本当予測のつかないような動きをしているというふうに感じる方が多いんじゃないかなと思います。まあでもね、前々から言われてたことに、ビットコインに関しましては、8月に500万円を突破するということで、えー、やっぱり現実的に500万円を再突破したというところで、これ誰がね、500万って言ったのかわかんないですけども、まあ噂が本当になったかなっていうところですよね。えー、そうなると、カラドネーダーは、2021年、 いくらにななっっちゃうのかなと思ってるんですけどもまあ予測の域は出ないんですけども初めて300円オーバーバを見どこかの記事だったかもう忘れたんですけどもチャールズ・ホスキンソンさんは2,000円から1万7,000円の間というふうにね言ってたような気がするんですけどもあれはチャールズ・ホスキンソンさんが言ってたのかそれとも誰か記事を書いた方がそう書いたのかちょっと忘れちゃったんですけどね。 まあ、いずれにしてもカルダネーダのプロジェクトはさらに一歩進んでまた大きなね、えー、アップデートがあるということもこの後知らされてますんでそれも楽しみにしたいなと確か10月のアップデートだったですかね大きなアップデートがあるということですそしてその前にビットコインジャパンビットポイントジャパンかこちらの方でカルダネーダが初めて日本上場するということでまあこのね前祝いとして今 体の枝が上がってるような気もしないでもないですけども、いや、どうですかね。もうだって8月の下旬ってことなんで、早ければ来週、遅くても2週間後には、日本上場を見ることができるんですよね。いや、ちょっと楽しみですね。ビットポイントジャパンの資金量とか、セキュリティの面とか、その他会社の体制っていうのが、体の枝を扱うに値するようになったということなんでしょうね、きっとね。うん。その辺も合わせて見ていきたいと思うんですけども。うん いや今回もねあのー、エポック切り替えの動画3本送っていただきましたけどもこちらの方も見ながら体の枝の行く末をこれからもね見守っていきたいと思います思うことはいろいろあるんですけども今回はこの辺でそれでは失礼しますあそれから8月の23日月曜日21時から体の枝ステーキングライブうん緊急ライブねこちらの方もよろしくお願いしますそれでは失礼します